つもね、あの稲のね、アスパラと佐渡のわかめ、干したわかめと水に戻したやつね、5分ぐらい干したわかめ水に戻したやつと、あとえのきをこうごま油で炒めて、和風だし、これは成城石井のやつだ、ちょっと入れました。そしてこれをちょっと垂らしたいと思います。山山のキムチの素、ちょっと楽しみね、どんな味になるかわかんないけど、味見してないからね、でもきっと美味しくなると思います。これ入れたらすごい美味しそう。これキムチの素入れます。私辛いの好きだからね、もうちょっと入れる。これはきっと美味しいよ。はい、火止めます。これは美味しいですよ。味見てみる。はい、食べてみます。うん、美味しい。わかめがね、またいいのよ。これ古いわかめ、去年の2020年4月って書いてあったけど全然大丈夫。帰ってね、出汁が白くこう浮いてきてね、美味しかったよ。皆さんもやってみてください。簡単にできました。何も塩も何も入れてないよ。出汁の味とごま油だけでした。あ、違う違う、これがいいお味出してたんだ。やっぱりこれね、キムチの素がね、おいしい。これはリクカイちゃんが送ってくれた炊き込みご飯です。ひろくろさんのお父さん作ってくれた高菜ね。いただきます。